続いてのトラック記録は男子 3000m 競走は決勝が行われます。この日本中学記録は2012年加古川山手兵庫池田君の1分21秒22。大会記録は2008年西岡静岡勝俣君の8分27秒57。それではこの決勝に出場の選手を内側からご紹介します。稲田拓磨君、小野兵庫、清水亮太君、中之条群馬、松尾光太君、豊岡埼玉、本郷亮君、龍宗岡山、相馬隆君、附属松本長野、神林雄太君、宮前平神奈川、加藤敦君、大久保兵庫、吉岡隆一君、大化山口、西山和也君、伊勢崎第一群馬、日吉陸人君、森重福岡、名取亮太君、長野不思議長野、アウトレーン内側から遠藤日向君、郡山大名福島、山本光大君、長代大二長崎、友野高弘君、桜山鹿児島、村松翔太郎君、大磯神奈川、大将大志君、新宮福岡、吉田健太君、高谷広島。以上17名で男子 3000m 競走決勝です。先頭は赤に黒のランバッジ、
加藤君、大久保、兵庫、先頭 2000m 2分52秒、2分52秒先頭まもなく 1200m を3分28秒3分28秒この1周73秒星ナンバー8番赤のユニフォームに黒いラインパンチこれが加藤君、大久保兵庫、上下青いユニフォームが星ナンバー5番の本郷君、優勝岡山外側の上下白のユニフォームは星ナンバー16番松村君、大磯、神奈川予選長は間もなく 1600m 1600m を4分43秒4分43秒この周75秒中学 14m24 と記録を伸ばしました。続きの攻撃は松田君です。先頭に出ました上下白のユニフォームは村松君、大磯、神奈川その隣が上下赤の黒のユニフォームが加藤君、大久保、兵庫先頭に出ました上下白のユニフォの先頭が星ナンバー18番吉田君、高谷、広島に代わって間もなく 2000m 2000m を5分56秒5分56秒この1周73秒線から2000の 1000m 間は3分0.4秒先頭に出ましたのは加藤君、大久保兵庫走り高跳び続いての跳躍者は緑が丘の梅田君でその後ろは星ナンバー10番の石山君、伊勢崎第一群馬まもなく 2400m 2400m を7分09秒7分09秒この1周73秒続いては、美濃川君、3人目。
人さんは加藤君、高校時5度、その後ろが西山君、西山君、第1群馬。さあ、まもなく2800m。8分16秒、この1周67秒。先頭